してた、くっちったメールしてた、くっちった、うわバレた、うわふう、ちょっとマジでいやちょっとダビーチすごい、あのやべえメールだーと思って、なんだろう、ドラッキングみたいになってたのかな、あのね、すいません油断してました、いや取れるかな、いや超油断してたな、いや結構引くよ、ドラッキングになってたんだね、うえー元気だね、秋だからやっぱりダヴィンチ流してるだけで釣れます、よいしょ、うわ超巨大タチウオだ、うわ、うそ、これはお持ち帰りじゃないですか、お土産、あーいや上がれ上がれ、いやー、はーい、なんかすごいの来ちゃいましたよ、ダヴィンチの240、これうっそ、今ねドラッキング気味に流してたら、これドラゴンあるんじゃないかな、でかいタチウオ来ましたよ、指5本隠れてるでしょね、え指5本ですよ、いやすげえ久しぶりに釣ったな、ギラギラじゃないですか、ねえこれは美味しいやつをゲットしました、やったぜ、ダヴィンチ240持ってくるとタチウオ釣れるかも高級魚ゲットだぜ、イエーイ、ダラララララララ、やったね、ちょっと長さもねせっかくなんで測っておきますね、はい、ダヴィンチ240に来たタチウオはダダ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 ー、メーター超えました、ここが1メーターで、でこんな感じでね、25センチのルアーがあるんで、まあメーター20ぐらいですかね、やったぜータチウオゲット、はい、じゃあ家に持って帰ってきたんで計測してますよ、ダダダダダダダー、メーターは超えてますね。こう来て、115センチってとこかな。115センチのタチウオ、ダヴィンチで食っちゃいました。じゃあね、タチウオの方をさばいていきたいと思いますが、まあ長いんで、どうすか。
ところは長めにね、できるだから、このぐらいで焼き魚定食を作って、はい、こんな感じですかね。じゃあね、まあ、これ美味しくいろいろなものにして食べていきたいと思います。
これは美味しいやつをゲットしました。やったぜ、ダビンチ240持ってくるとタチウオ釣れるかも。